Thank you.
で、あのちょっとこのここの MC だけちょっと言うこと決めていて、ちょっとマジギタボーじゃ格好つかないけど、ちょっと思ってること、思ってることっていうか言います。あんまりなんだろう、フロントマンっていうかマイクがあって話すことがあんまりないので、ちょっと話したいことをちょっとだけ聞いてください。ですね、最近ってか、みんな手帳買った？来年のやつ買った買った？で、私も買ったんだけど、まあ12月からね、今1日あの3行ぐらい書いてる日記を、何があったよって書いてて、でもそれは誰にも見せるようでもないから、まあ悪口書いたりとか、なんだろう、本当に素直に思ったことを書いてるんですけど、でそれでそう書いてて、まあ今13日目じゃん。それで、まあ、まあまあ揃ってきたのよ。毎日書い、毎日、うんっていうとあれだけどまあ書いてて思ったことがあって、てかなんで書いたかっていうとなんだろうな、なんかめっちゃエモくなるかもしんないけどあの一日一日って最近大学生になってから過ぎるの早いなと思ったので、そういえば昨日何したっけとか、なんかしてても何でもなかったなとか、ただ普通にただ何もしてないなって思う一日、思うというか何もしてなかった一日とかもあって、なんかそれってもったいないっていうか、なんか残せたらいいなって思って、だから何もない日でも一応書いてるんですよ。今日は何もしてないみたいなことも書いてたりして、で最近思ったのが、書いてて、その最近その OB とかとよく遊ぶことが増えたんですけど、毎回毎回思うのが、あ、なんで現役の時話してなかったんだろうとかめっちゃ思っちゃうんですよ。で、4年生じゃない、1個、うちが2年生の時の4年生の代とかよく話したりするけど、あ、もっと話しとけばよかったなって思ったりして、まあ何が言いたいかっていうと、なんだろうな、後悔してほしくないというか、今の4年生たちも、あともうちょっとしかいなくて、まだまともに話したことない人とかもいるんですよ。で、それでなんだろうな、あ、こういう先輩だったなじゃなくて、一人一人思い出を作っていきたいなって思いました思いましたっていうか、だから私もね、なんかなんだろうな、今の1年生とかあんまりちゃんと話せない人がいっぱいいて、きっと絶対面白い人いっぱいいると思うのだからいっぱい話していきたいなって思いました思いましたしか言ってない、なんか伝わるかな、伝わるかな、なんかだから時間を無駄にしてほしくないというか、せっかく一緒にこうやっているんだから、もっといっぱい喋って、なんかいっぱい思い出作っていきたいなって思った、そんな感じです。だからなんだって話だけど、ちょっとそれが言いたかったです。なんか、ね、せっかくね、合宿とかさ、学祭とかみんな一緒にいるんだから、いろんな人と話して、いろんな価値観知って、ねって感じでで、もう最後の曲になっちゃうんですけど、まとまんねえな、そんなもんだよな、でもまとまんないけど、まあ、最近それをすごい思う。だからいっぱいみんな喋って、仲良くなろうねって話ねえ、もうやだ、つらい。締めるか。よし、じゃあ、そう、締めらんないね。私のね、技術なんですけれども、拙いですけど、聞いてもらえたら嬉しいなって思いますので、最後の1曲をやりたいと思います。よろしいですか、これで。よろしいです。70点ぐらい、もっと低い。まあ、これから頑張ります。
これからね、わかりました。すいませんでした。ブカさん、すいませんでした。じゃあ最後の曲やります。私からです。